竹宮正樹は、囲碁のプロ騎士、九段、名人一騎、本因坊六騎など、東京都葛飾区出身、日本棋員所属。本因坊時代の画号は、当初、秀樹であったが、二度目の獲得以降は、正樹と改めた。また、世界選手権設立当初に活躍したため、世界最強の男の異名を取った。中央に大模様を作る厚み重視の気風は、 宇宙流という愛称で知られる。田中371、北に実る西寺。尊敬する騎士は、藤沢秀行名誉規制など。同じ北に実る門下の石田義を加藤正夫と並んで、黄金鳥を、北に三馬ガラスと呼ばれ、北に初めも黄金時代の一翼を担った。妻は、梶田目は九段の娘。プロ騎士の竹宮陽光は長男。 戦版では三連星を愛用し、地よりも中央での展開を重視した独特の感覚から作られる大模様作戦は宇宙流と呼ばれ、ファンも多い。一方、白版に連星から柔軟に展開される模様に、こだわらない流水のごとくしなやかな子は自然流と呼ばれる。韓国の李想校は竹宮を宇宙流は布石の第二革命と呼ぶべきであり、彼は、 世界の語を一人で変えてしまったと評している。また、中国の A 久も、アマチュアが強くなる秘訣は、竹宮先生の語を並べることと述べるなど、独創的なそのスタイルは、世界でも極めて高く評価されている。当時名人だった、地に辛く、含みを残さず早々に決め打ちする、小林光一の気風を、地下鉄流と揶揄したり、三々に打つと五番から落っこちそうだなどと、 発言したりと数々の逸話を持つ。趣味は、ゴルフ、バックギャモン、歌、麻雀など。特にバックギャモンにおいては、三大タイトルの一つである、万声戦で第十二期万声となったほどの腕前を持つ。また歌については、演歌歌手、青山美希とのデュエット曲、サギとカラスのラブゲームで、レコードデビューもしている。近年はダンスもし、 単語やルンバを踊る姿がテレビで紹介されたり、囲碁イベントのプログラムに入れられたりしている。脳書家でサイン色紙には、有心、宇宙流、専門等をよく記号する。デビュー当初はメガネをかけていたが、レーシック治療を受けたため、現在はかけていない。また、髪型もデビューからタイトルを獲得した頃までは73分けの髪型だったが、2000年頃から啓発している。 対、与田則リモト戦。右辺が、竹宮の得意とする三連星からのコスミ。通称、牛角三連星。黒十五の片付きが、竹宮特有。この後白十二の侵入には、墨の地を譲り、黒三十三の賭けに回って、あくまで中央を広げる作戦に出た。四隅を与えたものの中央のスケールで圧勝。対、長智君戦。 地につらい蝶が珍しく三連星を敷いたが、竹宮は四連星の大事から、黒9、11など豪快な中央志向。兄弟で死でありながら、対照的なスタイルの両者の対決は、常にファンの注目を集めた。本因坊挑戦手合での対山城博士戦。白の竹宮は二連星から14の、上大ゲーマがかりの騎士を繰り出した。中央戦に持ち込み、 解消している。白5つ対、後藤春、馬戦。右下は、通常であれば、黒のはまりとされる形だが、黒45の付けが、竹宮の狙いの手。白に実利を与える代わりに外側を固め、黒55に構えて黒優勢となる。1988年の本因傍挑戦手合第5局において、一手に5時間7分の大長考をしたことがある。 これは持ち時間制導入後最長記録。結局打たれたのは、大なだれ定石の何の変哲もない手であった。曲後竹宮は、僕は定石を知らないもんだから、それに読むのが楽しくなってきちゃってと笑って語った。2003年名人リーグでは、チョーク相手に121手で終局。それまでの作り後の最短手数記録を大幅に更新する新記録となった。 本因坊の連覇がかかった1989年の第44期本因坊戦は弟弟子にして天敵である蝶智くんに礼から読んで乾杯。名誉本因坊資格の獲得はならなかった。2009年、蝶と共に本因坊戦のテレビ中継に出演した竹宮は当時から名誉称号はあまり欲しておらず自分には似合わないと語りつつも、 ストレート負けは悔しかったと解雇した。好物はカレーライス。週に7回以上食べると語り、地方大局で出される料亭の食事より、普通のカレーが食べたいというほど、北に道場時代も、毎週土曜よる恒例のカレーライスが楽しみだったという。プロ入団後に、竹宮の将来を思った師匠の田中371により、北に実るの弟子となる。 師匠を変えるなど普通はあり得ず、北にも初め断ったが、私が生みの親で、北に先生が、育ての親ということでお願いできないかとの言葉に、北には首を縦に振った。北にが騎士会の会長だった時に、田中が副会長を務めていて、特別親しくしていた縁も幸いした。内弟子時代は、総訓練に麻雀を教わり、石田義を、佐藤正春らと雀荘に通っていた。 ありがとうございます。